上高地でのマカ不思議アドベンチャーを終え松本市にやってきました。ここはガタの森公園です。広くて素敵な公園でしたね。さあ、まず目指すは松本城。ゆっくり上高地&松本城の旅、パートファイナル。松本城の周囲は都会って感じで車通りも多いけど、自転車用のスペースがあるから走りやすいんだぜ。松本城に到着。城の周囲は松本城公園になっていて、散歩している人も多いのぜ。城自体の観覧は有料ですし、開館時間も決まっています。すでに閉館まであんまり時間がなかったので、まずはお城の方を見に行くことにしました。そもそも一日で上高地行って、さらに上畑に寄り道して松本城って過密すぎるんじゃない？過密すぎて神トッツォになりそうだな。何そのギチギチに詰まってそうなスイーツ。ちょっと前に流行った、何にでもトッツォをつけていくスタイルだぜ。私の名前につけたらマリトッツォなんだぜ。何その新しいスイって、そのまんまじゃない。門を抜けたら宇宙スペースなツツジがあったのぜ。群馬県館林出身の宇宙飛行士、向井千秋さんが館林のツツジを持って行って宇宙から持って帰ってきたものだそうよ。そういえば、館林にツツジの公園があるもんな。何度か行ったことあるのぜ。さあ松本城が見えてきたのぜ。松本城は1500年代からの歴史のあるお城で、56階の天守の中で日本最古の国宝の城です。56階、この城そんなに階があるのぜ？いや、どう見てもここに56階は入らないでしょ。もうそれ北前進でもブレイクダンスってても入れないでしょ。56階とは、外から見たら5階だけど中から見たら6階のことよ。松木屋は中も撮影可能なのが嬉しいぜ。でも、階段のところは禁止なのぜ。階段のところで色々あったそうなのよね。っていうか、何その松木屋って松木よ元氏の役みたいになってるじゃない。松本キャッスルなんで松木屋だぜ。もう無理しかない。そんなわけで階段は取ってないんだけれど、かなり急なところもあったのよね。小さいお子様がいる場合は気をつけるんだぜ。靴を脱いで歩くから、靴下だと滑りまくりんぐよ。ゆっくりと押さない、かけない、ドラげないで行くんだぜ。これは、サイコガン。サイコガンなのぜ。それは、紛れもなくやつさ。まさにサイコのサイコガン。さて、天守部分に来たわ。昔のまま残ってるってのがすごいのぜ。ちゃんと小窓から四方が見えるのが良いわね。こうやって見ると、松本市が賑わっているのがよくわかるのぜ。その中で、このお城が大事に残されてきたのでしょうね。さて、城を出て改めて外から眺めたわ。黒くて渋くてかっこいいんだぜ。黒いだけあって別名はカラス城というらしいけど、昔から呼ばれていたかは謎らしいわね。それじゃあ、今後新しく黒い城ができればキリサメマリサ城って言われる可能性があるのぜ。絶対にないって思うけど黙っておこう。めっちゃ声出てるので、さて、城下町を探検するのぜ。Google 先生マップを見るとわかるけど、湧き水が豊富なのよね。もう、湧きすぎて湧き湧きの水なんだぜ。誰が湧き湧きの巫女よ？誰もそんなことは言ってない。タイマンの井戸に着いたわ。誰かがここで決闘したのぜ。そのタイマンじゃないわ。タイマンって料亭が近くにあったからだそうよ。それにしてもすごい豊富な水なのぜ。こっちはメトバの泉ね。静かな街中に、こんな場所があるってすごい魅力的なんだぜ。他にもたくさんの湧き湧きの水スポットがあるわね。美しが原などの山の伏流水が湧き出しているそうよ。今度はいかにも城下町って感じの街並みなんだぜ。中町通りって言って、江戸から大正時代の蔵造りの建物が多く残ってる商店街よ。繁盛した文化寺も多かったらしく、その対策としてナマコ壁が多く使われるようになったそうよ。ナマコが壁に貼り付けられてるのぜ。そうそう、海でトレトレのナマコを。って違うわよ。さっきからよく見かける、壁の白黒の格子状のところのことだわ。おお、これはおしゃれでやってるだけじゃないんだな。形がナマコに似てることでその名前になったそうだけど、災害や火事にも強いらしいわ。お、今度はまた違った感じの商店街なのぜ。さっきの中町通りからすぐ近く、縄手通り商店街よ。変わった名前の商店街なのぜ。戦国時代の測量道具の線を、水縄手って言って、そこから名前が来ているそうよ。いろんなお店があるけど、たい焼き屋さんとお芋のお店が気になるんだぜ。まあどっちも営業時間外だったんだけどね。しょぼーん。たい焼き屋さんだにょん。お、なんだかカエルが祀られているのぜ。そうそう、商店街すぐ横のメトバ川には、清流にしか生息しないカジカガエルが昔はいっぱいいたそうね。それでカエルがシンボルになっているんだな。そういえば、長野県でカエルって言ったら諏訪湖を思い出すんだぜ。そうね、それを言ったら諏訪大社に守谷神社にも行きたくなるわね。お、商店街の終わりには神社があるんだな。よ柱神社よ。名前の通りに4つの祭神が祀られているわ。雨の御中主の神、高見結びの神、神結びの神、天照大御神ね。おお、なんかすごいご利益ありそうなのぜ。実際、これだけ徳の高い神々を主祭神として祀っているのは珍しいらしいわ。だからここは全ての願いが叶うって意味で、願い事結びの神って言われているそうよ。一回商店街を抜けた後に、お参りしていきましょう。そうだな、それだけすごい神様たちにせっかくだしこのチャンネルが人気が出て多くの人に見てもらえるように願っておくのぜ。そうしましょう。
商店街の終わりにもカエルの像があるわね。なんだかカラフルでイカすのぜ。持っているのはグランドリオンかしらね。いや、めちゃくちゃ日本刀なのぜ。さあそしてお待ちかねの、お食事タイム。長野県松本市、民芸レストラン、森吉。落ち着いた雰囲気が素敵なんだぜ。地元で愛されている、老舗洋食店だそうよ。名前も森吉ってのが素敵なんだぜ。森吉、味吉、豊臣秀吉。おお、洋食の中に味噌ヒレカツなんてのも？定食にセットがあるけど、定食だと味噌汁、セットだとポタージュがつくみたいよ。カニコロッケとチーズハンバーグセットをいただいたわ。これで一人前のセットなのか、すごい充実っぷりなのぜ。ポタージュはミルク感しっかりかつさっぱり系で、かぼちゃのほのかな甘みがうまいのぜ。サラダにパインが添えられてるのが嬉しいわ。デザートになるのぜ。もやしのナムルが漬物枠かしらね。グツグツのハンバーグに、熱々のコロッケがうまそうなのぜ。フーフーしながら食べましょう。トマトソースのチーズハンバーグは大きいし、トマトの酸味、チーズのこってり感が美味しいわ。カニクリームコロッケはまん丸でトロトロ熱々で美味なのぜ。ごちそうさまでした。これは帰りに見かけた、ボスパックンのようなのよ。ヨッシーアイランドを思い出すんだぜ。でってゆう。さて、今回の旅もそろそろ終わりね。楽しかったんだぜ。あれ、でもなんだかこれ、どこか登ってないか？松本市アルプス公園に向かってるわ。こんなに暗いのに公園に行くのぜ。展望広場があって、夜景が綺麗だそうなのよ。それは楽しみすぎてシミが増えるんだぜ。乙女としてそれはどうなの？夜景がよく見えるのぜ。けど、展望台付近は真っ暗で街灯もないから、行く際は気をつけた方が良いわね。それにしても、充実した一日だったのぜ。自然あり、温泉あり、お城あり、グルメあり、モハメドあり、マイドあり、アリーベデルチ。さて、今回の旅はこれにて終わりです。初めての二人での解説だけど、楽しかったんだぜ。じゃあ、また次の旅で会いましょう。では、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。また、次の動画で会いましょう。衝撃のファーストブリッド。帰りに寄ったトイレのマークがめちゃくちゃ傾いてたみょん。